おはようございます。おはようございます。今日は11月25日、土曜日。私も残り1ヶ月というとこで全然最近来れてませんでしたけど、キャンプに行きます。キャンプ、今日はいい天気で富士山バッチリなんでもちろん富士山の見えるキャンプ場に行こうと思います。ちょっと久々すぎて昨日夜買い物してたんですけど何を買っていいのか分かんなくなっちゃった。しかも買い物前にラーメンをお腹いっぱい食べすぎて食欲が湧かず何を買ったかも覚えてません。まあなんとかなるでしょうというとこで、最近レボーグにハマってますけど、今日もジムに行くんです。ジムに行くん、いっぱい積んである、いっぱい積んである。何持ってきていいか分かんなくなった。そうね、冬自宅、冬自宅が多い。寒いよね。まあ今日は綺麗だからいいでしょう、ね。うん、どうでもいい、いらない情報ですけど、アイコスにしましたんで、タオル卒業しました。やっと、ずっと言い続けて散々言われて、もうねえって。ねえ。美味しいですか。なんとか今1週間、アイコスだけで過ごしてるんで。なんとかなるもんだ。なんとかなるんじゃないかと。結構にもいいんでしょう。そうですね。はい、ということで、はい、キャンプ場に向かいたいと思います。はーい。 Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. 正面に富士山が見えてまいりました。あと10キロです。あと10キロ。静岡県入りました。静岡なの。わー、なんだろう、すごいね、なんだろう、雲海。なんだろうな、すごいいっぱいパラグライダーが、あれみたいな、ナウシカ、上昇気流なのかな、すか。すごい、みんなよくぶつかんないね。すごいな、気持ち悪い。到着ですよ。到着、到着です。来ました。ふもとから。なんだよそれ。あ、来た。受付完了です。今日はなんかこんな感じで仕切りの場所とかがあるみたいで、でも広いからね、どこでも、どこでもいい、いい感じだね。これから設営します。で、車のバックドアを開けたら、そうやってそうやって撮ろうと思った瞬間にコロ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 ポコン当たって負傷しました。負傷しました。幸先悪く負傷しました。はい、じゃあ設営します。ここいいね、富士山バッチリ、超いい、大丈夫。タンクオフできた。ポンと落としよう、ポコンって。まあやっと設営が終わりまして、こんな感じでなりました。くるっと一周、今1時40分で17度です。結構日差しが暖かくて風がないので快適温度です。設営完了しました。どんだけ寒いのかと思っていっぱいダウンを持ってきたら暑くて T シャツなの。さすがにちょっと T シャツはやりすぎですけど、あ、でもちょっとね、動くと暑いような
寒さ対策ニューギア寒さ対策ヒーター、ヒーターカセットなんだっけカセットコンロヒーターガスで作る、まあ、どこまで寒いからだけどね。まあ夜はね寒いだろうし、ここはお昼ご飯、うん、お昼ご飯の北海道産貝柱を使ってホタテご飯にしようかと。ちょっと出汁出そうだよね。超出るんじゃない。もうあのだいぶ熟成しちゃってるけどさ、冷蔵庫の中の余り物のなさ、いつからあったか。むしろあれだよ、北海道行く前からあったんじゃない。いや違う、多分それお父さんとこから来たんだと思う決して北海道行って買ってきたやつだね。全部全部は重いんじゃない。こんなもんかな。うん、だって今硬いんでしょ。硬い、ホタテ、はい、美味しそうだ。もう迷いませんご飯は完璧ですまあね、蒸らす、蒸らすんじゃねえや、浸す、浸し、あ、こう何ひっくり返さなかった。ひっくり返さないよ、まだ浸すんだ。あ、そう蒸らすんじゃねえの頭打ったのおかしくなったそうだった、あの、そうだよ、今ひっくり返したら大変なことになるとこだった。大変なことになっちゃう。危なかった。あ、お腹すいた、お腹すいた。その間豚汁作って、豚汁を、簡単豚汁を今日作りますね今日のお昼はホタテご飯と豚汁ね。豚汁を、肉たっぷりの豚汁を切らず簡単に。男は黙って黒ラベルブラックラベルね、しかも。あ、そうだろ。こっち新しくなった時ボタン、ボタン付きなさい。はい、はい、乾杯乾杯、ゆっくりしますがあるよ俺の飲むような貴重な貴重な僕の日本酒を提供しましょう。はい、なんで私は美味しそうに今日は陽明が作っておりますおかしいです。誰か、チャンさんがよく作ってる。具沢山だね、これね、夜まで食えるの。あ、でもやっぱアク出てるよ。これはアクじゃないから、油だよ。このもんかいい。だし？あー、うまい。いや、いいな、ふもとっぱら。先週来るかどうか非常に迷ったんだけどな。富士山が見えなそうだったから諦めて正解だったかも。おかしい、映ってない、映ってません。このこれを見ながら酒が飲めるっていうのはまたナッツかも。豆、豆とちょっと豆、豆
豆とチョコ。あ、それがいいや。パンパンが出来上がりました。出来ました。うまそう。いい香りする。ちょっと寝かして。寝かしてご飯。一回ちょっと。寝かしてご飯。その後ご飯をちょっと炊いてる間にじっくりと。いきますよ。はい。久しぶりの。ご飯を炊き始めました。しない。まだ気にしないし、松ぼっくりもない。松ぼっくりもない、ないどうしよう。大丈夫かな。大丈夫。なんとかなる。なんとかなる。西日が。西日が全開です。この間も同じようなこと言ったけど、西日が全開。だいぶ日が傾いてきたからね。お腹減ったね。あ、減った。もう晩ご飯じゃねえのこの後これまだお昼なのにこの後すぐ食べたら晩ご飯の準備変なの。今日昼寝なし寝てる日か暇ないから暇ない。寝てたら夜になっちゃう。なんかだいぶ冷えてきた。うん、今何度。今ね、12度。おお、じゃあさっき17度だったからさ、5度も減ってるよ。さっき17度もあったの。そう。それは暑いわ。おかしいだろ、雪降ってる。そうだよね、富士山あんなに雪。17度だったの。12度。あ、どんだけ寒くなるか。今日は膝掛けも常備して。かわいい、お気に入りの膝掛けを。この手にすごい、あんま見ない。みんなまだテント張ってる。ホタテの匂いがするよ。する？うん。ホタテ。いい香り。ホタタコ飯のはずだったの。タコはお刺身にするん？どうすんのあれ？ご飯。炊けました。ひっくり返しました。しばしご休憩です。しばしご歓談を。ご歓談。ご歓談を。歓談って言ったって二人しかいない。しばしご歓談を。そうだね、まったりと。外が冷えてきたので中に入ってきて。避難。ニューアイテム。これ超あったっけ。あったかいね。全然あったかい。ああ、難しいな。ですけど、はい。久々のご飯。ご飯が。どうでしょう、ホタテご飯。どうかな。ピンピンって。あー、おー、美味しそう。美味しそう。あ、いい匂いがする。酔ってる。酔ってるね。前も酔ったもん。そうだね。ホタテご飯を食べちゃうよ。あ、でもすごい味するかもしれない。する。うん、出てる味が。これでもね、盛り付けが難しい。ホタテが隠れちゃう。ホタテをさ、見えるようにしたいじゃん。仕方ないよ。ちょっとなんかお菓子食べ過ぎてしまったかも。お菓子食べ過ぎた。そんなに。昼ご飯です。まだ昼。あくまで昼ご飯。今ね、3時15分。でもまだ3時だもん。そうだね。まだだ。なんでこっちの多い方が来るわけ。いっぱい食べる。どう考えても多くないこれ。そっち、ね、もうちょっとよ。そっちでいいよ。はい、豚汁もできました。豚汁完成しました、簡単豚汁。そうだね。また熱くなっちゃう。これは冬はいいんではないでしょうか。そうだよね、温まるしね。温まるし。あ、七味忘れた。七味はないな、はい、完成です。完成です。
そうだね。中に入ったら暑い。そう、忙しいね。寒かったり暑かった。おいしい、豚汁うまい。おお、うん。今年まだ旬があるといった。米うまいよ。あ、うまい。おいしいね。あの、うん、うん。ありだね。貝柱。これはうまいな、豚汁。やっぱり寒くなってきたら豚汁うまいんだよ。そうだよね。ちょっと寒くなってきました。今8度。足元はあったかいけど。ちょっと暑い。やけどしそうだ。ちょっと暑い。そう。でもお気に入りのジーパンがここがかすれてきたからな。ここのとこ？ここは。でももともとじゃない。もともとじゃない。いよいよ。いよいよ私の買わないと。そうだ。いい加減買った方がいいよ。いい加減買った方がいい。ちょっと外に出てきたら一気に寒いね。なんかみんな。みんな焚き火を始めて。ちょっと今日、今のはさ、昼ご飯分は今やるけどさ、夜ご飯分を夜やった方がいいのか朝やった方がいいのか究極の選択だよ。どっちも寒い。どっちも寒い。手がかじかんできた。現在の気温多分7度寒い。ガタ震えた。洗い物が一番失礼な。洗い物担当ですか。頑張ってください、ね。洗い物が一番辛い。うん、そうね。みんなだってもう焚き火みたいのしてるもん。ほら。Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. She's looking at you.